はい、えー、皆さんこんにちは、えー。レック専任講師の早川と言います、えー。年金アドバイザーの講座説明会を始めたいと思います。えー、よろしくお願いいたします。さあ、えー、とですね、えー、年金アドバイザーの、えー、季節になって巻ききましたけれども、えー、今回はですね、えー、と2020年3月検定向けの年金アドバイザー二級と三級の、えー、受験対策講座の説明会をしたいと思います。えー、よろしくお願いいたします。 はい、えー、とじゃあですね、えー、ちょっとプレゼンターに切り替えますけれども、えー、とこちらですねこれがね今回のパンフレットでレックの視点、えー、に行けばあの各、ね、本校に行けば、えー、もらえますであとですねデジタルパンフレットも、えー、そのうち出ますので、まあ、今日これを使ってね、えー、と説明会をしていきたいと思いますはい、えー、ここに書いてありますけれども、えー、年金アドバイザーの試験ね この「銀行業務検定試験」っていうふうにね、えー、書いてありますけれどもねもともとは,い元々はえー、銀行員の方の、えー、スキルアップのための、まあ、検定なんですね。で例えばね年あの銀行の窓口なんかで、えー、この相談窓口なんかで年金のことを相談して、ねでまあ、相手側がね、あのーまあ、ああここで相談してよかったなと思ってくれると。 まあ年金の受け取り口座をねそこの銀行にしてくれ指定してくれるからっていうねまあそういったあのメリットがあるのであのこちらのねえ銀行業務検定の中にこの試験の中に年金アドバイザーというのがあるんですけれどもえと実際はですねあの受験する人は銀行員さんだけではなくてまああの年金に絡むような仕事をしている人たちですね。ああ 郵便局の方なんかも受けていますし、であとですね、あの保険会社に勤めてる人なんかも、えー、受けてるね、えー、人もいますし、あと FP を持っている人なんかもね、やっぱあの年金の科目が難しいからということで受ける方もいます。であとは、えー、その他の方っていうのは結構多くて、で社労士を受ける人なんかも、でこれから社労士試験を受けるっていう人がね、年金科目が難しいので。 まあ年金アドバイザーの試験って実務の試験ですから実際こうあの相談ベースなんでね普通の言葉で普通の分かるこう話してて分かるような言葉で説明をしていきますね。社労士のの試試験験って法律の試験だから言葉が難しいんですねそれを普通に交される言葉に直していくまあ試験ですからあの年金アドバイザーはね普通の相談ベースでやっていきますのでまあこちらの方が分かりやすいということでまずは仕組みを知るために。 社労試験を受けるためにねあの3級の方を受講する方も多いしあとは社労試になった後は今度年金相談をしたいっていう人はねさらにこうハイレベルな2級を受ける人なんかも多いんですね。あと現在ね3級だと年金を知りたいからっていう人もいるんですよね。今後ちょっと年金をもらい始める年齢に差し掛かるとねやっぱ年金制度が難しいんですけど。 あの自分のもらえる年金どうなんだろうかとかっていう形でね年金制度そのものを知りたいからって言って受講される方も多いんですねだからそれだけ今年金に対しての、まあ、世の中っていうかね世間の関心度が高いっていうことだと思うんですけどもねあの受講生が今ねあのおかげさまで増えてるんですけれどもねはい。で えと今回ね3月検定2020年の3月検定は2級と3級が両方あるんですね、あのー、3級試験の方は半年に1回なんですけども2級は年に1回のチャンスなので、ねあのー、例えば社労さんを持っている人とかで、えー、これから年金相談やりたいなっていう人ねぜひ挑戦していってほしいと思いますで。今回キャッチコピーが「昭和から令和の返還にも対応」って書いてあるんですけれども。 年金アドバイザーの試験事例問題がよく出ますのでもう今時代が令和になってますよねでもこの人の年金どうなんですか何年生まれなんですかってことになると生まれはまだ昭和ですからこれを平成に直す令和直すすす令和っってていいう、ね、訓練もやっていきます、ね、だ例えば、えー、と今、あのー、この、えー、ビデオを撮ってるのはまだ令和の1年なんですけれども令和1年はじゃあ平成だと何年ですかっていうとこれ30足すんですよね。 でまあ、平成だと31年なんですけどじゃあ昭和だとどうするんですかっていう話になるとあの今昭和だと94年なんですよ。ね、だから今令和元年ですからあの93を足すんですね。でそういったことも、あのー、訓練の中で事例問題を解く中で、えーまあ、慣れていってほしいなっていうふうに、えー、思いますね。そそうういいいっったたもものにも対応していく、ねえーそういった お勉強もしていきますよってことでね、まあ新時代に向けて今こそ年金アドバイザーって、えー、書いてありますけれどもね、えー、こういうまあ相談しているところがありますよね。まあこういう風景がね、えー、今後も増えていくんじゃないかなと思います。それだけ今年金は関心度が高いっていうことですね。はい。でね、年金ってじゃあまずこのパンフレットを使って講座の説明をしていくんですけど、まずその前に年金というのは何なのかっていうことから。 ちょっと私の言葉で言っていきますけれども年金っていうのはねこれまず皆さんが思っているのは老後の保障ですよね。えー、若い時に、えー、つまり働いてる時に保険料を、えー、納めて老後に年金をもらうね、えー、こういうもんです。えー、ただしこれね、えー、と積み立てていってもらえるもんじゃないんですよね。えー、世代間の扶養という言葉を使いますね。ね、えー、世代間ののとととといいういうことかというううはどこか こういう字を書くんですけどあ,あごめんなさい間違えましたね。世代世代の間で扶養していきますよっていうことですね。要するに現役世代が保険料を納めてそれによって高齢世代を扶養していく形になります。自分たちが 今までは保険料払って扶養していましたから自分たちが今は、ね、年金もらえるのは65歳ですから、えー、65歳になったら今度は現役世代に扶養してもらいますよっていうねこれが世代間の扶養というふうに言います。だからめた分を積み立ててておいて将来もらえるわけで現在はね、えー、年金をもらえる世代年金世代いわゆる65歳からなんですけれども。 えー、まあ大体人口だと4人に1人ぐらいになるんですよね。で,これを現役世代で働いてる人がまたね、えー、今のは、まあ、老齢が大体メインなんですけれども、まあ、老齢だけではなくて、えー、障害になった時ね働けなくなった時の保障でもあるしあとは、まあ、死亡した時の遺族のための保障でもあるね。 だから年金は、ね、どういう時もらえるかって,言って老齢になった時それから障害になったになります。ただそれで必ずもらえるわけじゃなくて、えー、そのためにはねそれまでの支給要件っていってじゃあ何年間ぐらいらあの保険料を払っていたのかとか老齢だったら今のところ65歳ですしね、えー、障害だとこういう人が障害になったからっていうねこういう要件があるんですよ。で相談する方はそれが知りたいわけですね。私はもらえるの っていうのが知りたいわけですよね。で、そういうことも年金アドバイザーの講座の中で説明をしていきます。でね、年金をやっぱりこう専門的に学ばないとわからないことがあるんですよね。で、今ね皆さんあの自営業の方っていうのは、まあ、国民年金に入ってるで国民年金もらうっていうふうに思いますよね。で、会社員の方は厚生年金ね。 まあ今公務員の方も厚生年金になりましたからね会社員公務員は厚生年金っていう思ってますよね。で働いていればその保険料ね厚生年金の保険料として給料明細から引かれてますよね。ところがね正確に言ってそうじゃないんですよね。働いてる人もえ働いてるというのは勤め人ですねえ厚生年金に加入している人も実はもう一つ国民年金にも加入してるんですだから国民年金はみんなが加入してるんですよね。 でその中で会社員公務員は厚生年金にも加入してるっていうね同時に2つ加入してるっていう考え方を学んでいきます。ね、でだからずっと自営業者だけだったら、えー、老齢になったら国民年金だけもらえるんですね、まあ、基礎年金っていうんです。で国民年金はみんなが加入してみんなに払う、ね、みんなに支給する年金ですからね。 会社員の方は国民年金と厚生年金にも加入しているから、同時に将来は国民年金と厚生年金、両方もらえる形になるんですね。こういうふうになるんです。ね。まあ、年金アドバイザーの講座では、そのようなことを学んでいきます。そしてね、また年金っていうのはね、請求主義って言って、請求しないともらえないんです。最低請求っていうふうにするんですね。で、そういったこともね、講座の中で出てきます。だから、もらえる65になる前にね、 最低請求書って、まあ、これは一応届きますのでそこに必要事項を書いてで、えー、最低請求書を提出するとまあ,あの審査みたいなのがあってね、まあ、審査というか最低っていうんですけどねそれであこの人権利があるなと思うと金額が決定されてで年金っていうんだから年額で決定してそれを年6回に分けて支給される形になるんですけれどもね、あのー、要するに最低請求しなないいともらえないんですら知らないともらえないんですよ。ね あので老齢だったらその最低請求書を送られてくるからいいんですけど障害とか遺族だとねやっぱり自分が知らないともらえないっていうことでもらい損をしてしまうところがですねこういう年金アドバイザーがいるとあなたもらえるはずなんですからっていうふうにねということでまあそういったあの知識を生かしていくと人の役にも立てていく、ねえーまあ、そういった資格ではあります。 もう一つです、ね、ちょっと最初に始まる前に言いたいんですけれどもあの、ね、中身始まる前に言いたいんですけど社会保障って4つあるんですけれども、えーまあ、公的扶助っていうあの、まあ、いわゆる公的な扶助ですから国が助けてくれるっていう生活保護みたいなやつ。 それからこの社会保険年金みたいな社会保険それから公衆衛生っていうのとあと社会福祉ってあるんですけどちょっとねこの公的な扶助と社会保険っていうのをちょっと比較してみていくとまあ戦後の社会保障の中心はこっちの公的扶助でしたねこれって生活保護なんです。 でこれは、まあ、専門的な言葉を言うと今困ってる人をもう税金で支えてあげるっていうことで救今困ってる人は貧乏な人です給品対策っていうふうに言うんですけど社会保険いうのはそうじゃないんです、ね。今困ってないんですちゃんと働いてるんです、ね、で働いていて保険料を払って困った時に備えるんですだから年金もそうですよね 保険料をちゃんと払っていれば老齢になったとに老齢の年金が出る他ね例えば社会保険にはまあ雇用保険なんかもね社会保険の中の一つなんですね社労士の勉強してる労働保険っていうんですけど広くね言うと雇用保険なんかも社会保険で普段保険料払ってるから失業した時に給付がもらえますよね。であと健康保険なんかもね社会保険の一つで普段保険料払ってるから病院行った時に 割割で済みまますすよね7割給付されてる形になりますだからまず普段保険料を払ってるっていうことでこれ何か困った時に貧乏になるのをあらかじめ防ぐっていう防品対策っていう,ふうなことを言います、ね、社会保障っていうのは私たちは憲法で最低限度の生活が保障されていますからそれを実行するために国が考えたのが社会保障なんですよ。 だから本当にもうお金がなくて今働けない人のためには生活保護制度があるしで老齢なんかもトラブルじゃないですけどねあの将来はやっぱり65歳になれば今までとは同じように稼げませんねそのために普段保険料を払っていくで何か困ったことがあった時に給付が出るこれが保険の考え方なんですね。はい えー、そういった社会保障の中の社会保険の一つだってことになります。そうすると普段の保険料の話とかね、えー、あとはあのどうやったらもらえどういう時にもらえるのかっていう給付自由こういうことが重要になってくるんですね。これを押さえていくとまあ相談に乗っていける。で先ほども言いましたようにあのシャロシさんの勉強している人なんかも年金科目ってあるんですけどねあのそっちって で、ってもう法律の言葉でいくんですね。で、例えば年金アドバイザーはそうじゃないんです。相談っていう実務がベースになってるから、普段、それはもちろん法律を学ぶんですけれども、普段買わされる言葉でお勉強していく形になります。だから非常にこうね。理解はしやすいと思うんですよね。だから暗記して点数を取るまあ、試験はそうなんですけれども、実際その先に見えてることは？ やっぱりあの人々国民に対して相談者に対して分かる言葉でこっちも説明してあげなきゃいけないのでえそういうことを学んでいきたいなというふうに思いますねはいえそれではえと本題に入っていきますねえこちら年金アドバイザー二九三九受験対策講座というふうになってますねでまあ後で言います選べる三つのクラスというふうにまあ通信だとウェブクラスと DVD クラスがあり であと、通学クラスもあります。でこれ、後で言いますが、あの通学クラスでも、えー、ちゃんとフォローとして、ビデオは見れますので、ねえーまあ、その後と、ねえー、中身のところで言っていきましょう。ね、はい、えー、じゃあ、まずは、えー、ちょっと開いて、1ページを開いて、でまあ、あの身近な年金相談事例とか、実際こんな相談を受けますっていう言葉が最初にありますので、まあ、これはちょっと、あのー、後で、ね、あのーまあ、パンフレットとか見たら。 見といてください。で、えー、まず年金アドバイザー3級のところから行きますね、えー。年金アドバイザこっちはどっちかというと基本的なところですね。ただ年金はもう基本自体は難しいんだね。だぜひねあのー、講座を受けて、えー、まあ、年金の基本というのをここで習得してほしいなと思います。で、上に乗ってるんですけど社労士合格を目指す方の必須アイテムって書いてありますね。あのー、社労士試験は ね、あのまあいろいろいっぱい科目があって大変なんですけどその中でも国民年金厚生年金っていってねあの卓一7科目の中の2科目を占めてますから配点も高いんですねところが仕組みが難しいからということでみんな年金が苦手な人もいるんですけれどもやっぱり年金アドバイザーのやっぱり試験と同じような感じで、まあ、出るような問題もあるんですね。で やっぱりこう単に暗記をするだけじゃなくて中を理解するには相談に対応するような知識を身につけていくということで年金の苦手意識をなくすということで社労士受験生に今産休の方はレックでは進めていますね実際私のえ私あの社労士の,の講座の講師もやってるんですけれどもあの年金アドバイザーの方のえこちらの講座を受けているかくれる方もえたくさんいらっしゃいますねでえここにね でどっちかというと基本クラスで基本的な内容なんですけどここにね産級の試験制度のご案内と言って障害窓口の担当者等を対象に顧客からの年金相談に応じるため基本的知識と実践的応用力についてその習得程度を測定しますと書いてありますだからイメージとしては銀行の窓口相談の中での基本的な知識や 実践だと私どこどこの年金国民年金に何年会社員何年やってましたよじゃあいくつになってどのくらいもらえるんでしょうかねっていうふうなところにあの答えれるような感じに、えー、どうすればもらえるんでしょうかねとかねいくつになったらもらえるんでしょうかねとかね、えー、そういうところに答えれるような感じですだから試験問題もあの基本問題と実実例、まあ、事例問題の応用問題が、えー、用意されています。ねえー、ただしね あの計算要素はあるんですけれどもあの答えは全部マークシートになってますからあのその辺が2級と違うところです2級は計計算算して計算式も書かなきゃいけませんねところが3級は全部マークシートなのでその辺は全部正確にこうやらなくても大丈夫なんですけど基本的な知識はちゃんとここでつけてほしいなっていうのとあの年金額を、ねあのー、例えば細かく細かく出していくってことじゃないんですけどだいあの何年会社員されていて。 ずっとその後国民の金もちゃんと払ってるとまあおおよそいくらぐらいかということは大体分かるはずなんですね、基本的な知識でね。そういうことは分かるような感じです。答えは全部マークシートになってますのでね。で、実,実施日時って試験が3月1日日曜日の午前中にあります、10時から12時30分ですね。で、一番気をつけなきゃいけないのがこの申し込み受付期間です。 2020年の1月7日の9時から2020年1月21日の23時30分までって書いてありますよねでこれっていうのはネットで申し込む場合ですからそうじゃない場合はもうちょっと早くしないとダメなのでねもう1月の中頃までにはもし受けたい方は受付を完了するようにしてくださいね詳しくはここに銀行業務検定協会のホームページをご覧くださいって書いてあります。 あの一番言いたいのは、たまにいるんです。二、三年に日程いるんですけど受けけ、申し込み忘れる人がいるんですよね。で今、私、こうやって銀、あのこの年金アドバイザーの口座説明会してますよね。であ私、やりたいなと思って受けてくれるんですね。でこの口座の申し込みをレックにするんですけれども、これで年金アドバイザー試験の申し込みが終わったわけじゃないですから。 レックはあくまで口座の申し込みなんであのこの3月1日の試験そのものを受けるためにはちゃんとこの銀行業務検定協会さんに申し込みしないといけませんのでねそこを忘れないでくださいねはい、えーまあ、お金のことはそこに書いてありますのでねだからレックに申し込んだからといってこの試験を申し込んだわけじゃないでねレックがやってるのはその対策口座をやってるわけですからねただね あの社労士の試験を受けるために年金を勉強したいという人は本試この本試験を受けない人がいますので、まあ、だから、講座だけ申し込むというのもありなんですけれどもねただ、実際にこう検定試験申し込まないと勉強しないという人もいますからあのこれ、忘れないでくださいであと、お仕事で、ね、金融機関とかあの銀行に銀行をお,お勤めの方というのはやっぱこの検定欲しいわけですからねちゃんとこちらを忘れないでくださいということですね。 これは二級も一緒です。ね、はい、ええー、出題形式が、五等択一、まあ、いわゆる五子択一の択一問題というやつで。ええー、と、三十問と二十問に分かれています。基本問題が三十問で、事例問題も一応ね、十個の事例があって。それで、あのー、まあ、二十問という形なので。えー、ね、基本三十問、事例、ええ、二十問。 で,これで各点点点なので100点満点であの下の下に合格基準って書いてあると思うんですけど、まあ、満点の60点以上があの、まあ、大体目安として合格ラインだよっていう形になります、ね。で科目構成が、まあ、今言ってもねあの勉強してきゃば分かる形なんですけどあのここね五子択一30問、ね、これが基本問題30問。 それから、技能応用っていわゆる事例問題が10事例で20問、さっき口で言いましたよね。でそれから、じゃあ,あの内容がどんな形なのかっていうと、我が国の社会保険制度とその仕組みっていうね、まあ、仕組みっていうのが結構年金が仕組みが難しいんで、ね、えー、そういうことができる。で、年金制度とその仕組みっていうのが、まあ、さっき言ったように、会社員だったら国民年金と厚生年金両方入ってますから、まあ、将来はそれがもらえますよとかね、まあ、そういういわゆる仕組みですね。 であとは、えー、年金給付の種類と支給要件っていうのはじゃあ今老齢と障害と、えーまあ、死亡がありますけどもじゃあ老齢もらうためには65歳以上で,、ね、で例えばこ、まあ、国民年金も厚生年金も両方とも10年の受給資格期間っていって10年間その年金に加入してないといけないんですよね。ただまあちょっとこういう場合はいいですよっていうのもね合算対象期間っていうのもあったりとかそういうことですね。どうすればもらえるのか <coughs> で例えば障害だったら、あのー、障害だとね初心日って,って初めてお医者さんに行った日が大事なんですけどこの前にね滞納、まあ、があるかないかっていうとこですね、まあ、あの全く1ヶ月も滞納があっちゃいけないとかってことじゃないんですけどね全体3分の2、ねまあ滞納が3分の1以下とかねそういう支給、まああのー、要件っていう要件があるんですけどこういうのを学んでいきますね。ね、はいえー、それから えー、あと企業年金個人年金の仕組みと要点っていって今、あのー、公的な年金じゃないんですけど、まあ、会社で確定教室年金をやったり今、あのー、個人でも確定教室年金できますよね iDeCo ってやつなんですけれどもね、えー、こういったことの話ねであとは、えー、年金の最低請求手続き、えー、っとこれがあとは受給契者で年金もらってる人の手続きね。 あの最低請求って年金もらうための,あの請求手続きはこんなふうにするんですよとか受給権者がじゃあ受け取り口座変わった時とかどうするんですかとかねまあそういう話をここで習ってきますね。はいえで時間が150分ですねえとでえ持ち込み品は言わなくても分かると思うんですけど受験票はちゃんと持ってってくださいね。 鉛筆と消しゴムはまあ忘れる人はいないと思うんですけど、まあ、忘れてもじゃあ隣の人から借りてもいいし朝コンビニで買ってもいいんですけど受験票だけは絶対忘れないでくださいねであとね電卓あの2級に比べてあの計算要素は少ないんですけどやっぱりあの途中で計算したりもするので電卓も持ってってくださいねで電卓ね、えー、っとあんまり小さいのは叩きづらいし逆に大きくても叩きづらいんで い、まあ、このくらいかな、手のひら私の手がひらがここですから、まあ、ここにもうちょっと大きくてもいいと思うんですけれども、ねあのーまあ、普通の電気屋行けば1,000円ぐらいで売ってますので、まあ、大体このくらいの大きさで本当に大きいの持ってる人もいるんですけど幅の大きいと逆に叩きづらいしほんこのちっこいのだとこっちも間違えやすいんですよねだからこの手のひらに入るぐらいが一番いいのかなっていうふうに思います。まあ 3級だとそんなに関係ない2級だとかなり計算しますんであのー、やっぱりこのくらい叩きやすい大きさっていうのはたいこのくらいになってくるんですよねだからまあこのくらいのを買ってくださいねあの今ここに顔があって手がここ,こ,こにこうって入るぐらいですもうちょい大きくても大丈夫かなっていうところなんですけどねはいでねあのちょっとここに写真で、えー、っと問題が出てます後藤卓一の問題がねちょっと小さいんですけどちょっとこれをズームしてって。 見えるかどうかですけど。こういうふうにね、五問出るので。ね、えー、この中で、じゃ、正しいものはどれでしょうかね、ここで、正しいものはどれでしょうか。これが、ごしたくの問題になってますので、まあ、こういう形で、マークシート方式になってますよということになります。で、今、あの、産休の話を、しているので。ここにね。ぜひ、社労士の受験生にも。 受けてほしいなと思うので年金アドバイザーの産休試験は社労士合格を目指す方の必須アイテムですって書いてありますよね。でこれがなぜかっていうふうに書いてありますけれどもここに文章が書いてあるんですけどちょっとここ読んでいきますねちょっと小さいですけど。 最近の車両試験は全体的に事例問題が増えるのが傾向ですまあ受けた方はわかると思いますけどちょっと文章長めの事例が多いですよねでこれがもう丸暗記で対応することが難しい思考力を問う問題に手を焼く場面が増えていきますやっぱりこの頭の中で <laughs> ちゃんと考える訓練ができてないと問題文を読んでてまあ、時間がかかってしまうっていうのもあるんですよねで、 これ平成26年の、あのー、対象にしてますけども平成30年平成31年の試験もね、まあ、令和元年の試験も、あのー、かなり長い問題を出されてます34問はね国民年金で,で。平成26年の、えー、社労試験の国民年金は特に事例問題が多かったため苦戦した受講生が多かったように思いますがこれ年金アドバイザーの学習をしてみれば180度違う結果になったと断言できます。ちょっととここ見ると 例えば昭和29年4月1日生まれの第1号表険者が平成26年に60歳に達するがあってまあここが論点にはなってないんですけれどもこういうのもすぐ分かっちゃうんですね平成26年っていって何年かっていうと昭和だとね26に昭和の変換は63足しますから 26+63 で89年ですから29引いて60歳ですよね。で、えー、その引き続いて2加入保険者2号表険者にならない場合。 26年3月までが被保険者期間に参入されるっていう問題なんですよで最近やっぱり被保険者期間が何月ですかと何ヶ月ですかとかいつまでが被保険者期間ですかっていう問題がよく出るんですね。で国民年金の場合被保険者期間は例えば被保険者のこれあの年金習ったことない人はちょっとまだ分かんなくていいんですけれども資格を取得した日の属する月から喪失した日の属する月の前月までなんです。ね、でここに 4月1日生まれですからあの年齢60歳に到達するとその日に喪失ですよっていうふうに習うんです。と29年4月1日に60歳になりますのでじゃその日に喪失して前月までだから3月までですねっていうことで26年3月までが被保険者期間に参入されるで大体いい丸にするんですね。これが間違いなんです もう一個あるんですねねちょっと論点が、ね、4月1日生まれってことは4月1日にまああの普通に考えてると世間一般だと60歳にだから26年の4月平成26年の4月1日に60歳の誕生日パーティーやると思うんですけど法律では年齢計算に関する法律だから、えー、これが年金でもそうなんですけど誕生日の前日に年齢の到達になるんですよ。そうすると年齢到達が 平成26年3月31日60歳になるんですねそうすると、まあ、ここの2行目に書いてあるんですけど平成26年3月31日が年齢到達日のためその日に喪出します。っていうことは被保険者期間はその前月までですから、えー、ここに書いてあるんですけど平成26年2月まででなんですで今ここねちょっと画面で見てるのでよくわからないと思うんですが言いたいことは何かというと。 それって年金アドバイザーの試験やってるのを勉強してると、もう最初からずっと叩き込んでいくような、あの、ことなんですよ。で、そういうところが論点になって、今現在社労士試験にも出てると、それが言いたいんです。ですから、年金アドバイザーで学ぶような要素のことが、今社労士の試験にも出てるんですよ。で、これはもう頭を回転させなきゃわからないっていうことなのでね。で。 暗記してれば、じゃあその日に喪失ですよとか、前月までに喪失ですよとか、前月までが表現者期間ですよとか、年齢の到達は、えー、誕生日の前日ですよって暗記してれば分かるわけ。暗記してるからそれは覚えてるわけ。ね。で、そのことが選択式とかで出ればそれは入れれるんですけども、実際事例で出されるとそんなことはすっかり忘れてるんですよ。だって人間の感覚だったら誕生日にその年になると思うじゃないですか。でもこれをやっぱり問題訓練で、 あの年金アドバイザーの試験ではやりますのでそれがもう当たり前になってくるんですねじゃあもう1日生まれっていうふうになったらあ,あもうこういう問題が出てくるなってのピピッとくるんですよ。ね、だからそういういところにも役立つっていうことですね。でこれはね単純に社労士試験だけじゃなくてやっぱり年金相談してるとそういうこともありますよね。いつまで保険料払わなきゃいけないんですかっていうことは保険料被保険者機関がそこまでってことは保険料払うわけですから2月と3月の違いで1ヶ月分保険料違うんですからね。 ね、はいだから、あのー、そういうふうなこの年アドのお勉強をしていく特にね社労士の試験を受ける人なんかはそこに役立ってきますよっていうことですね、まあ、実務にもね、えー、役に立ちますけどねで、えー、とこちらが、えー、ちょっと講座の内容を見ていくんですけど「三級合格パック一応初心者向け」っていうね、えー、ことなんですけどね。年金アドバイザーを初めて受験する人や シャロシ受験生で年金の基礎から学習したいところなんですけど、この三級の特徴がこの年金の仕組み講座というのがありますね。で、これはあのちょっと DVD 生ではやらないのでウェーブ講義のみだけになりますね。1.5時間でね。で、何が大事かです。何が大事かです。ね。それがここに書いてあります。まず年金制度のイメージをつかむって書いてあるんですけど。 ちょっと小さくて分かりづらいと思うんですよね。年金を理解するには、初期の学習でつまずかないことが肝心です。えー、特に昭和三十六年四月、ここに年金制度が始まったんで、えー、国民年金が始まりました、ね。年金制度はもっと前から始まってるんですね。あのー、繊維保険という昭和の、あの、十五年から始まってるんですけど。自営業者、農業者の国民年金が三十六年四月に始まってるんです。で、これと六十一年四月、基礎年金制度二階建て年金っていうのがあるんですけど、この改正内容がキーになります。 ね、だから年金の仕組み講座では、えー、前期の金になる歴史を踏まえて現行制度の2階建て年金制度に、えー、至る内容を説明し老齢基礎年金の概要も説明しますということで、まあ、あのここをちゃんとまずは本編でも同じことをやるんですけれども、えー、ここのところが非常に大事なところなのでそこをまず最初に入り口としてやっていきます。でね、例えばどういうういいことかっていうとか 最初にちょっと説明したんですけど会社員さんはこれ61年4月からこうなったんですけど会社員は国民年金と厚生年金両方入ってますよってさっき言いましたよねこれがどういうことかっていうと36年4月に国民年金制度ができたんですそれまでは戦前に 船員さんの年金制度の船員保険制度これが15年にできてで厚生年金は昭和の19年にできたんですねでまあ共生ももう公務員さんの年金も出来上がってましたんで勤め人っていって費用者年金のことを勤め人なんですけどこの年金は出来上がっていたんですよ。たただ自営業者農業者者農の年金制度がなかったんですと社会保障はまだ完成してないんですよね。でこれを作ろうって思ったのが昭和の30年ぐらいからなんです。なぜかというと今まではは、ね、自営業者農業者者 定年退職ないですしでまあ大体息子さんとか後の世代がついてくれますからねところがね30年ごろから高度成長で工場が出来上がっていくと農業をやってる息子さんとか商業をやってる商人の息子さんは自営業者の息子さんはそこに就職しちゃいますからと農村に老人が取り残されるってことになったんでじゃこれで。 その勤めてないっていうか自営業者の方や農業者の方の年金が必要だっていうことで36年4月に完全に国民年金制度が始まって国民会年金ということでみんながね何らかの年金制度に加入できるような形になったんですけれどもその時国民年金は自営業者の年金っていうふうででじゃ厚生年金は勤めてる人の年金だっていうふうな感じだったんですけど。 これがやっぱりねあの勤め人の年金というのは給料が高ければそれだけ多く保険料を取れるんですけど国民年金に関しては皆さん自営業者農業者者農でですすから給料がないんですよねだから一定額の1万いくらとかっていう一定額の保険料を取るしかないんでそうすると国民年金の財政が弱いっていうことでみんなが国民年金に加入するっていうふうな形の 年金制度が出来上がったのがこれが基礎年金制度なんですね。でえ簡単に言ってしまいますと、その時それまでは国民年金、それから自営業者の国民年金、それからえ勤め人の厚生年金、まあ会社員とか、でそれからあの公務員のあの共済年金というふうに分かれていたんですね。でこれをみんな一緒にするために。 とりあえずみんな国民年金に加入するということでみんなが国民年金の被保険者で1号が自営業者農業者にしたんです。無職学生もそうですすだかから会社に勤めてない人とかですねで2号が勤め人ですから。 会社員や公務員で今まで任意加入であった専業主婦さんで2号,に2号が旦那さんで奥さんが3号2号の被扶用配偶者っていうのが3号これが専業主婦こういうふうにみんながもう国民年金に加入する形になったんですね。で 1>, 1号さんがもらえる年金が例えば老齢だったら老齢の基礎年金老期って書きますけどねみんな基礎年金をもらえるから。で2号さんは実はこれ2つの制度に加入していることになるので将来的には老齢基礎年金と給料が多い人ほど多くもらえる老齢厚生年金っていうふうにこれが2階建て年金ですだ2号さんは 会社員や公務員の人たちは老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえるってことは厚生年金と国民年金に両方加入している形になるんですこれが基礎年金制度で3号さんはえーと国民年金だけで老齢基礎年金ってねまあもう本当差触りですねまあ今は分かんなくてこういったもうちょっと年金の仕組みではこれをもうちょっと詳しくやっていきますでこれでまあ全体的なイメージをつかんでいく形になりますね はいいこれがスタートになっていきますでそれから、えー、とテキストを使って、えー、とこの「3級合格講座」ね全6回をやっていく形になります。ちょっと,、ねえー、とでこのテキストだけではなくてこの時に事例問題の問題集を使って問題訓練もこの本編講義の中でやっていきます。ね でねこのテキストがえちょうど今ここにあるんですけどねこれえっと10月検定のやつなんですがえっと表とかね図をいっぱい使ってますのであの非常にわかりやすいと思いますよあのまあ今国民年金の歴史っていうのはここにあった後にじゃあ図を使って今までこういう制度でしたよと最初は国民年金厚生年金共産年金分かれていたのが61年4月からは みんな国民年金に加入してで上乗せで会社員さんは厚生年金で公務員さんは共済年金で27年10月に費用者年金一元化って言ってもう共済年金なくなって勤め人は全部厚生年金になりましたよってこういう図でやってますのでね非常にこれ分かりやすいと思いますねでこれが終わった後一応当連の解説っていうのがありますねこれ当連の問題自体は自分で解いてきていただきますので えその解説を行いますがこの当連解説受けることが結構大事ですからねまだ当連の段階では間違ったっていいわけですよねでそれをどこを間違ったかっていうのを解説を聞きながらあの欠点を補っていくっていうところがありますのであのやっぱり解説はちゃんと聞いた方がいいかなっていうふうに思いますねはいえー,それでえーっとえー次のページ行きまして。 今度は日級に行くんですけど。日級はね。年金相談のプロって書いてあります。もうあの問題形式自体が、えー、全部記述って言って書いていかなきゃいけないんですね。でものすごい時間かかるんですよ。あのー、まあ、試験時間、時間自体も結構長いんですけれども、あのー、それでも足りないぐらいで結構時間かかります。で、例えば。 計算問題がすごく出てきます。だから電卓をもう叩きながらずっとやっていかなきゃいけない。しかもそれが事例問題なんですね。で、図を書いてその中で計算をしていくっていう作業をしていくんですね。で、計算式も書かなきゃいけないので、あの計算式も合ってるか間違ってるか見られますから。 ね、で、あの部分点が入りますので、本当に完璧にやらなくても部分点は入ってきます。で、計算結果が間違っていても、減点はされますけれども、途中の計算過程があっていれば、ちゃんと部分点は入ります。ね、えーで、あのー、ただそうなんですけど、例えば計算を間違うことよりも。本当だったら、つくものがつかなかった、つかないのにつけたっていうのが一番あれなんですよね。だから。 例えば厚生年金20年以上入っていれば65歳から年金もらうときにあの奥さんいればね65歳未満の奥さんいれば下級年金つくんですけどこれ忘れちゃうっていうと年額で年金が20何万違ってくるんですよで本来はつかないものをじゃあつけて計算してしまったってこっちのが罪重いですよね。計算ちょっと間違えたって1か月単価直せばそんな変わらないかもしれないのにねつくものがつかなかった。年年額で年金が20万変わってくると つかないのにつけるって言っあ,これだけありますよ。あなたの年金70何万じゃなくて100何万出ますよって言っちゃうと20何万違いますよね。で、月額にしてやっぱりね2万とか3万違ってきますからねでつかないのにあ,あ、つくのにつかないって言ったいやあなたねあの遺族だと厚生年金しかつかないんですよねっていう風になっちゃうんですけど中高齢化不可算というのはつく場合がありますからねでそこを間違えると結構罪が多いなっていう感じですね。であとね えとこれについて説明しててくくださいって文章で書くんで書んすよ、ね、例えば、えー、この人高年齢雇用継続給付出るですかみたいな出るんだったら何で出るんですかっていうような要件書くんですね。とあの例えば60歳になってからもう同じ会社なんだけど継続雇用になって給料がガタンと下がるねと、まあ、75%未満に今この人の給料になってますから低下率が何なので。 え雇用保険から高年齢の雇用継続給付がおいくらいくら出ますよとそうすると年金がカットになるんですねえこういったことを今分かんなくていいですよ勉強しますからねそういうことを言いたいのは欠かされるってことなんですよねだからその各訓練計算する訓練をしていくのがもう最初に言っておきますけど二級はそれですただね普通のこうやって検定試験なんで国家試験みたいに科目数は多くない年金だけなんですから年金だけに絞っていけるのでこれはね 訓練自体ではちゃんと取れます確かに合格率は厳しいですけれどもね訓練自体ではちゃんと時間をかけて勉強していけばその一1日45時間やらなくたっていいんです1時間2時間っていうのを毎日鍛錬にしていけば、ね、自然にこう身についていくことですからねじゃあちょっとそれで説明していきます。えー、社老子資格年年ダブルライセンスで年金相談の第一人者になろうと。誰もね社労士合格してたりも社労士で、えー、開業してる人がもうね受けに来てくれますね。 かといってじゃあ,あの別にいいですよこれから勉強し,したい人があの来てくれても構いませんけれども初めて社労士受ける人はやっぱり3級の方がいいと思います。あのね、社合格に対対しての対策講座はやっぱーなんで,す、ね、で社労士を取ってから自分の職域を広げていきたい。 普通の手続きだけじゃなくて年金相談もやりたいとかね銀行とか年金事務所とかでも年金相談をやりたいっていう人はやっぱり是非これを取ってほしいなと思います。でえちょっとここを見ていくと「年金アドバイザー試験は金融機関や公的機関などで年金公的保、OK、険に関して顧客相談に応じる能力や知識の習得度を測定する試験です。特に2級は年金額の計算,計算が的確にできるかを とね、難関試験ですよってことですね。えー、だから、社労、介護保険労務士の学長された方にとっては、より実践的な能力が身につけられます。まあ、あの社労士の試験はね、言ってみれば、まあ、暗記要素がね、えー。以前は多かったですね。今、こういうね、実践的なことがありましたけど。それをさらに、さらに難易度の高い実践の問題になります。ね。はい、えー、と、だから、もう、これはね。まあ、ここに書いてあることは、もう、ね、あのー、本当のプロですよってことが書いてあるんですよ。 年金線相談者等を対象に年金公的保険に関する顧客相談やあと研修指導という,もう指導者レベルなんですで試験は3月1日一緒なんですけどこれ午後ですね1時半から13時半から4時半だから3時間ですよねでも時間も足りない本当に訓練していかなきゃいけないんですよねはいで出題形式科目構成って書いてありますもうここは読まなくても今言った通りです ねえー、この人の老齢年金はいくらですか基礎年金はいくらですか、えー、計算式を書かされます何年何月までどうだった納付済みだったこの時は免除期間がある免除でもね全額、あのー、でないですけど、ね、その期間をじゃ例えば8分の7か月を納めたとせよよとかいろいろそういう措置がありますからねそういった計算問題、えー、それから穴埋めでも何でも全部書かなきゃいけない記述で書かなきゃいけない最近の「 例えばね改正点はどんなことがあったんですかみたいなことを書いたりさっき言ったようにじゃ例えば高年齢の雇用継続給付についてこうなった場合は何で出るのかってことを例えば賃金がこんだけ低下したからっていうことをね書きながら低下率もちゃんと書けて言われますからねあのまあその年度の問題によってはねそうやってこう書いていかなきゃいけない、ねまあ、そういった訓練をしていかなきゃいけないってことですね。はい、で点数は、えー、と60点以上になりますね。 で持ち込み品も分かりますさっきと一緒ですね受験票絶対持ってってくださいでもう,もう本当にこれ電卓なかったらアウトですからねもう電卓使うわけですからね電卓必ず持ってってくださいでこれ大きさとかもこっちの方がやっぱり2級の方がナーバスになった方がいいですでかすぎてもダメです小さすぎてもダメですねはいで、えー、例えば問題を見ていくとこの下ですね こ,こねあの細かく見えなくていいですけどこの人のねある人の英子さんっていう人の年金加入歴が書いてあるんですけどもじゃあこの人の年金いくらか出してみてくださいっていうのがあるんですね。で答えが模範解答がこっちにあるんですけれどもえあこれあのねレックのうオリジナルの問題なんですけどね。年金の額が満額ががこれで 何ヶ月間のおくみがあって何ヶ月間免除があってってこういう式をちゃんと書いてってあこの人は振替加算もつくなみたいな形でね、まあ、こ女性ですね41年4月1日前の女性ですから、ね、振替加算もつくなっていう形であの、まあまあ、女性だから振替加算がつくってわけじゃないですけどねあの主婦やってた人に大体振替加算がつきやすいのでね。あのこういうい形で こういうのちゃんと項目を書いて老齢基礎年金の本体と振り替え加算で合計いくらだよみたいな形でここに書いていかなきゃいけない。これ全部あの採点要素に含まれていきますね。はい、こういったことをやっていきます。で、それがえこちらに講座内容を見ると、全6回の講座にえーっとこのテキストをね。 今度は2級用のこれ三級のテキストなんだけど2級用のテキストと2級の、ねえー、問題がありますから、えー、それを使って読解でやっていきます年金の仕組み講座はありませんもうね、えー、2級の人はそのくらいは分かっているということで仕組み講座はないと、えー、それから今度は等連がありますので、えー、まあこれが総復習になるのかなということなんですねでやっぱり等というのはそれなりに出そうな問題を予想してくれますね ぜひトーレンと是非当連を、まあ、自分でやって当連解説をちゃんと聞いてほしいなというふうに思います、ね。で、えー、ここに講師陣が載ってますけれども、えー、とこういう当連を考えたりテキストを考えてくれてるのが、えー、大阪の方の、ね、大野光一先生というのがいますので、ね、で、えー、関東の方で生クラスとあとはこの通信クラスを担当するのが私早川になりますね。えー、と2人とも、えー、生とも生 通信を、えー、ビデオ講座ね両方ともあの担当しますでえー、っと関西の梅田の方のえー、当連解説だと、えー、もう一人先生がいらっしゃいましてえー、っと松岡先生という方が、えー、通学クラスのねえー、っと三級当連を、えー、担当してくれますねはい、えー、こういう形になってきますねでえー、っと次のページに行きますけれども えー、使用教材が書いてあります、まあ、これは今言わなくてもえけど、まあ、一応パンフレット載ってますからねだから一般普通はこの本編のテキストねテキストこれですこれねでね事例問題を解くときに図解資料っていうのがありますので、えー、と図解資料ねこういうのがあるんですけど中身見せるとあのやる問題の中で、えー、例えば あの図解があって、えー、とあここに寄ってるからこっちでいいか、ねえー、とちょっと見えづらいとは思うんですけれどもここにちょっと見えづらいですね図解で「何々さんは国民年金に何年加入していました厚生年金に何年加入していました」これ図解で載ってるんですよね。でえー、これを あのやっていきますねだからこういう形になっていますね。はいえーでこれが2級用もありますよっていう形になっていますね。はいでえと受講スタイルなんですけれどもここに選べる受講スタイルっていうのがパンフレットに書いてありますがここにね「通学・通信」。 通学通信って書いてありますね。で通信にはウェーブと DVD なんだけど、なんで通学にウェーブ DVD？通学講座でもちゃんとウェーブフォローなり DVD は付くんですよ。ね。な通学は本当の通学だけじゃないんです。通学講座で申し込んでもここと同じウェーブフォローと DVD が付きますのでね。はい。だからあれ通信としかも値段一緒ですからね。あのー。 もうある程度通おうなと思ってる人はこっちでやってくれればウェブフォローか DVD フォローかどっちかついてますで DVD フォローの方がまあちょっと高いんですけどもねでまあ本当にあに生工業やってるのが大阪と東京だけですから、まあ、もう来れないなと思ったらこっちの通信になりますのでね 一応値引きするとおいくらだなっていろんな値引きとかもあるし、まあ、今これ早割りの金額でやってますので、あのー、10%割引、はあ、ってね、あのーまあ、お値段に関しては、えーまあ、標準価格はこっちになりますから、えー、こちらの方はパンフレットをよく見るなり、あのー、支店とかにガイダンスに行ってね、あのーまあ、そこでご相談なさってください。なんとかとかか割引 レクャ早く申しかした早割りもありますので、えー、まあ言いたいことは受講スタイルっていうのが、あのー、大きく分けて通学と通信なんですけれども通学にも、えー、ちゃんとウェブフォロナリーはついてますよってことが言いたいわけですね。で、えー、と最後のところに最後のページにあのー。 ここに生講義とそのスタイルに関して書いてあるんですけれどもえー、とね例えば通信で申し込んでも、えー、通学で申し込んでも、あのー、ウェブなる DVD は付いてるんですけれどもその上 DVD で申し込むと最初の段階で先生を選ばなきゃいけないんですよ。で、えー、収録担当は僕私と大野先生なんですけれども。 ウェーブだと両方見れるんですねだから私はウェーブ講座の方をフォ,ローにフォローなり通信でやるなりするのに使った方がいいのかなというふうに思います。だからあの DVD だと後に残るっていうのはあるんですけれどもあのーまあ、ウェーブだと先生を2人見れますのでだから合格した後復習したいからっていうのもあるんですけど合格したあとはまた違う勉強がありますので。で あのじゃあ来年もしダメだった場合来年のために DVD 残したいっていうかもしれないですけど受験傾向っていうか法律は改正もされますし年金額だって変わるわけなんですから毎年スライドしていくわけですからねだからそれを考えるとウェーブででできれば2人のの先生を見てた方がいいのかなと思うんですねで例えば生に来る人もえビデオは見れますから。 そうすると2級なんんてて特に予習してきた方がいいんですねで例えば予習はどちらかの先生の片っぽで予習する例えばね私勧めてるのはあのー、予習する時はちょっと大野さんで一回聞いてきてくれと。でそれから私の生講義に出てで復習は私の生講義を聞いてるからじゃあ早川の方の、えー、上を見てくれってうこう2人の先生見ると。 結構切りり口も違ったりとか言ってることは同じこと言ってるんですけどあの引っ張ってくるこう例え話とか事例の話とかね自分の経験談とかっていうのが2人違いますから2人聞いた方がいいと思うんですよね。であのそうしながらあのやっていくっていう形の方がいいと思いますので私はウェブ受講を進めています。DVD にすると最初 もうどちらかに選ばなきゃいけませんから、どちらかしか見れないっていうことがありますんでね。はい。えー、で、あのー、この下に生講義の予定が書いてありますので、えっ、ー、と生講義は12月からですね。三級が12月からで二級が1月から。あ、今左の水道橋の方で、ね、え私の方の担当をしています。東電の方が三級は2月3日と2月の6日で、二級東電が 2月日日とかの土曜日になります、ね、で、えー、こちら大阪の方が、えー、本編講義に関しては、えー、全部大野先生がやってくれるんですが3級の当連解説だけは、えー、っと通学クラス担当で3級当連解説から松岡先生っていう方がね、えー、やってくれますので、えー、やっぱりこちらも12月ですね3級の本編が始まるのが、えー、っと12月で月木ですね。で えっと、2級の方が、えー、っと日曜と月曜かっていうところですね。はい、えー、っとねまああの曜日がね2級の方は割と土曜日で統一されてるし大阪の方も日曜日で統一されてるんですけれどもちょっと申し訳ないんですけど3級の方が土曜日になったり水曜日になったりとかね、えー、てしてるんですけどちょっとね私たち、まあ、大野先生も私もあのシャロシ講座も抱えながらやってるので。 なかなかこうマッチできないところもあるんですけどその辺はご了承くださいね。で例えば生で申し込んでもウェブフォローもついてますからウェブフォローなら DVD フォローもついてますからできなかったところはそのビデオで、あのーまあ、フォローしてほしいなというふうに思います。ね、で、えー、とちなみにウェブでやった場合はもう配信が3級だと12月23日からですね。で ですねあの3級だとね2級だとどうなるのか2級も同じですね12月23日になってますので、まあ、これはパンフレットに書いてありますからあのまあこれを見てくださいっていう形になりますね。はいえー、っとそういう形なのでまああの。 まあ今言ったね数字はあ,あの後でこれネットなり、えー、レックに行けばここを見ますのでそれを見ながら考えててくださいよっていうことなのでえ大事なことはえ通学で申し込んでもえちゃんとウェブフォローなる DVD フォローはついてますからそれで復習もできますっていうこととあとはウェブだったら2人の先生見れますよっていうことがありますのでまあちょっとそれが言いたかったっていうことですねまあ細かいことはこれ見てくれればいいと思いますけどもね。 はいえー、じゃあたい、えー、これで全て、えー、終わりになりましたけれども、あのー、やっぱり問題を解いていく形で暗記しよう暗記しようっていうんではなくてそれを暗記しなきゃいけないところもありますけれどもあの問題を解いていく問題を解くってことはその時相談されてるのと同じになるんですよね。だから あのあこの人は本当にいくらもらえるんでしょうかとかねあのこれ出るんでしょうかとかね、えー、そういったことを相談された時の対応ということなのですぐ暗記したものがポンと出るわけじゃないですよね何回も相談されて考えていくことによって暗記しなくても定着していってしまいますからね、えー、そういうことを目指していってほしいなと思います。そ、ね、そ、はいえー、それれででではじゃあそろそろお時間にになりりりままますすのでこれで終わりにししご、はいえー、ご清聴ありがとうございました はいどうもありがとうございます。